ジャック・バレット・ジェアレン、ハイネック・ジョーゼフ・アレン・ハイネックは、アメリカ生まれの天文学者で UFO 研究家である。1948年から1969年まで20年以上に、渡り、アメリカ空軍 UFO 研究機関の顧問を務め、同機関が閉鎖された後も膨大な数の UFO、目撃報告を研究、分析し、その分類法や評価法を提案。 自ら UFO 調査研究団体である UFO 研究センターを設立するなど、主に UFO 研究の分野で多大な功績を残した。UFO 学のガリレオと呼ばれる。プレデター、奇跡の輝き、ハムナプトラ3呪われた皇帝の秘宝など数多くの映画の視覚効果で知られる、ジョエル・ハイネックは息子。1910年、アメリカ合衆国入りの一周しかカゴ生まれ、 シカゴ大学に学び、1935年度大学より、天体物理学の博士号を取得し、オハイオ州立大学の物理学及び天文学の、専任講師とマクミラン天体観測所の所長に、就任。第二次世界大戦中の1942年より、ジョンズ・ホップキンズ大学の、応用物理学研究室技術報告責任者として、近接新館の研究開発に従事する。 戦後の1946年、オハイオ州立大学の教員として復帰。物理学及び天文学の准教授として、教弁を取るから、1948年より、アメリカ空軍の空飛ぶ、円盤調査研究機関である、プロジェクトサインの顧問として空飛ぶ、円盤目撃報告の評価を行うようになり、翌1949年プロジェクトサインがプロジェクト、 グラチと解明して閉鎖されるまで引き続き顧問を務めた。1950年、オハイオ州立大学の天文学教授剣道大学院副学長に昇進。1952年にはアメリカ空軍が再編成した新たな UFO 調査研究機関プロジェクトブルーブックの顧問に就任する。1956年からマサチューセッツ州ケンブリッジの スミソニアン天体物理観測所の副所長となり、人工衛星追跡の責任者を務めた。そして1960年、ノースウェスタン大学の天文学部長兼教授に就任する。1966年にアメリカ空軍がコロラド大学に UFO の調査研究を委託し、1969年に同大学が報告書を発表したことで、 プロジェクトブルーブックは閉鎖されるが、ハイネックはその後も UFO の研究を続けた。当初は、空飛ぶ円盤内視 UFO に否定的な立場を取っていたものの、長年の研究の中で徐々にそのスタンスを変え肯定派となっており、1968年にアメリカ合衆国会員の科学及び宇宙高校学院会が UFO に関する校長会を開催した際も、 指紋を受けた6人の科学者の一人として証言。国家による UFO の調査研究並びに国連による UFO 目撃報告収集の重要性を力説した。1972年には自身にとって最初の UFO 研究所である The UFO Experience A Scientific Inquiry を発表。同書はベストセラーになりスティーブン・スピルバーグが 映画、未知との遭遇の脚本を書く際に参考にした。未知との遭遇の現代である、クローズエンカウンターズ・オブ・ザ・サード・カインドも、ハイネックが、ザ・ユー・フォー・エクスペリエンス、エーサイエンティフィック・インクワイアリーの中で提唱した、用語である。結果的にハイネックは、未知との遭遇のスーパーアバイザーとなり、カメオ出演も果たしている。1973年、イリノイ・シュー・エヴァンストンに、 空ー,ースを設立。UFO 報告システムの確立や、定期観光物インターナショナル UFO、リポーター並びに査読付きの、研究史ザジャーナルオブ UFO スタディーズを発行するなど、科学的 UFO 研究の体系化に尽力した。1978年にノースウェスタン大学を退職し、その後も熱心に UFO の研究に取り組んだが、 1986年悪性脳腫瘍により死去。76歳だった。ありがとうございます。